どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。時は過去、目覚めたセルが自らの強化のため人々を襲い生体エネルギーを奪っていた頃に戻る。セルを倒すため精神と時の部屋で始めたベジータとトランクスの修行は間もなく1年近くの時が経とうとしていた。全力で来い。はい父さん、行きます。ここで戦うんか。ベジータレベル41。じゃあワンパンでしょ。分かってますよ。くらえ、破天荒。破天荒、おお、これに発展した。くらえだ。お前も少しは成長したか。いいだろう、大体の感触はつかめた。だがやはり足りんな。お前は当然として、この俺もだ。それは父さんのことですか、それとも俺ですか。いいから続けろ。父さん、もうじきここでの修行を始めて1年です。そろそろ悟空さんたちと交代する準備をしなければ。まだだ、もっと絶対的な力がいる。予定ギリギリまで時間を使わせてもらうぞ。とっくにスーパーサイヤ人の限界は超えているのに、まだ先を目指すんですか。ふん、セルをぶっ倒しカカロットの野郎も超える圧倒的な力を得るにはまだ足りん。これ以上の説得は無駄かな。父さんは自分が納得するまで修行を終わらせないつもりだ。父さんはセルを倒すことより悟空さんを超えることの方が大事なんですか。ふん、少し違うな。俺が目指すのはあくまでナンバーワンだ。ただ今はあのカカロットの野郎が一番目障りだというだけだ。同じサイヤ人だからこそなおさらな。いいか、貴様もサイヤ人の血を引くのなら強さに限界を作るな。常に上を、ナンバーワンを目指せ。もっとも、この俺がいる限りその座につかせる気はないがな。父さん、父さんが俺にアドバイスらしいアドバイスをくれるなんて初めてかもしれない。強さか。悟空さんも強敵と戦うことに喜びを感じていた。これが純粋なサイヤ人ということなのかもしれない。俺の時代ではとにかく人造人間を倒すことしか考えられなかった。自分の強さの追求よりも人々の平和を取り戻すことしか。お前を鍛えたのはご飯だけだと言ってたな。カカロットに似て甘っちょろいこと。そんなことは。だが人造人間なんぞにあっさりやられたそっちの世界の俺の弱さにはもっとムカつくぜ。え？人造人間に勝つことや平和を取り戻すだけで満足するような甘い考えは捨ててしまえ。俺はその先をナンバーワンの強さを手に入れるつもりで仕上げにかかる。お前もそれくらいの強さを目指せ。そうすれば人造人間など敵じゃなくなるだろうぜ。父さん。はい、俺も強くなります。悟空でもちょっとビルス様戦ってみようか。神速で集めてからカメハメハで、ああ減らせる減らせる。でも神速カメハメハのコンボはむちゃくちゃ強いね。あ、いててててやべ、うん、消費が激しすぎる。めちゃくちゃ消費するな本当に。まあまあまあ次で倒せるわ多分。元気玉した方がいいかな。元気玉の方がいいか。あ、いやいや待て待て、とにかく消費が激しすぎるんであと一発で仕留めましょう。
まだ攻撃してくる？攻撃が長すぎる。ヒートアップ長いぞお前。今日だぞ。元気玉でいこうか。いけ。どう？もう一発？え、全然減らない。もうちょっと減るもんかと思いきや全然減らんかったな。避けられてもいるしね。おいおい、まあまあもう終わりだ。神速ダメなの？この後に神速入れる。よし、